はいどうもこんにちは、マキトンです。ということでお久しぶりです。皆さん動画をね全然ちょっと最近更新できてなかったと思うんですけど、その間にいろいろね僕も進めていることだったりとかっていうことがありました。もうすでにねもうインスタを見てくださってる方にはね何のことか分かってると思うんですけど、皆さんタイトルとサムネにある通り僕から本日重大発表があります。念願のですねアパレルブランドを立ち上げることになりました。ということでアパレルブランドを立ち上げます僕は。はい、まあ、今回新しくその僕とねブランドやろうっていう会社さん、今の会社さんですねと一緒にブランドをやるということになりました。ということで今回はね気合が入ってますよインスタ見てる方はもうすでにどれがね僕のブランドかとか分かってると思うんですけど、もうすでに着てますよパーカー。見てください、アパレルブランドの名前はバンネスカルトで言います。はい、まあねネスカルトってどういう意味って思う方もいると思うんですけど、恥ずかしい話あんまり意味は特に考えてなくて、たまたま本当に造語で作れてなんか響きいいなと思って名前を決めました。意味考えろもうちょっとって思うと思うんですけどね、マキトンクオリティなのでよろしくお願いします。まずねネスカルトどういうアイテムが最初に出るのかと、商品を全部紹介していきたいと思います。この動画で僕が商品を説明ね全部するんですけど、説明する前にもしかしたらなくなってしまうものとかなくなってしまうサイズとかが出てきちゃうかもしれないので、めちゃめちゃ在庫があるよって言われたらそんなに在庫ないので、もし可能な方はこの動画を再生しながら概要欄にあるサイトを見てください。サイトを見てもう今のうちに購入したいなって思ったものは購入していただけると確実にね購入できるんじゃないかなと思います。早速商品の紹介をしていきたいと思います。今から見せるアイテムは全部 L サイズです。割とサイズ感は M だとタイトめな感じになって、 L だと、まあ、僕みたいな感じ、ちょっとあまりある感じになりますね。概要欄にショップのサイトはあるんですけど、まあ、そこから見てもらった方が早い気もするんだけど、僕もねちゃんと生地感とかっていうのを今から紹介していきたいと思います。早速1個目はですねこのパーカーをね紹介していきます。はい、ということでパーカーはねこんな感じのデザインで、ジップがこうやって開けたり閉めたりできます。まあ上まで閉めてこういう感じで、まあ、着てもいいんですけど、僕のおすすめはね、まあ、この文字の下ら辺でこうやって開けるのが、ね、アクセサリーとかも入るんでおすすめです。ジップもね下にもついてるから下からこうやって開けて調節とかもできます。このロゴの部分なんですけど、これはねメタルロゴですね。今回のコレクションの刺繍になってます。はい、プリントじゃないんですよ。ここがね僕の一押しポイントになってますね。見づらいと思うんだけど紐もついてて絞れます。ちゃんとこんな感じで1着目です。皆さん値段気になると思うんですけど、この刺繍のねパーカーの値段がですね13,200円税込みですね。税抜きで12,000円になります。マジでこのパーカーは俺が一番なんか自分で着たかったものを作ったっていう感じですね。これがまず1個目です。はい、で2個目はこちら、なんとジップアップパーカー、白赤もあるんですね。でこれ真っ白っていうよりはちょっとオフホワイトっていうかな、ベージュ味を帯びた白のパーカーになってます。赤の刺繍が入ってます。イケてないですか。俺めっちゃこの色好きなんですよね。この色が友達からも結構好評で、こうでこんな感じでねちょっとインスタに載せてるのでよかったら見てみてください。タグはこんな感じになってます。生地感がわかるかな、こういう感じのタグになってます。結構高級感のあるタグだと思います。パーカーはこの2色です。そう、もう1デザインねあるんですけど、それがですねこちらの T シャツです。ここにねネスカルトって胸の位置に入ってるんですけど、これだけではないです。もちろんバックプリントがあります。はい、こんな感じのねバックプリントがあります。静脈動脈って英語で書いてあるんですけど、それを再現した感じになってます。結構肌触りもねいい感じの生地を使ってるので、着心地はもちろんめちゃめちゃいいです。こうやって見せた方がいいか。 T シャツは結構 L サイズで大きめな感じになってます。 T シャツがですね税込みで6380円になってますね。でこの T シャツは3色あります。1つはこれね、2個目がカーキ赤入ってます。なかなかねこういう色の T シャツ見ないと思うんですよね他で。だから僕が
作っちゃいました。これ可愛いっすよね、サンドカーキ。もう早くね、あったかくなってね、これを着たいっす。めちゃめちゃいろんなシーンで。これのデザインのもう一色がチャコールにイエローが入ってます。深めのチャコールなんで、黒とグレーの間の色ですね。こういう感じです。これも非常に夏、これ1枚着てるだけでね、インパクトのある T シャツになるんじゃないでしょうか。 T シャツ3色です、こちら。もうワンパターンの T シャツを紹介していきたいと思います。メタルロゴの T シャツです。ちょっと自然光で今動画を撮ってるので、少し実物より明るく見えますね、動画だと。多分夜で撮った写真がねあるんで、ちょっと貼っときますね、ここにバッて。白のパーカーの中に入れてもらったりとかってすると、めちゃめちゃね洒落てます。はい、僕 TikTok でねその動画撮ったんですけど、プチバズりしたんで。この組み合わせめちゃめちゃ最強だと思うんで、ぜひ買える方ねやってみてください。真ん中のねこのでかいデザインだけなのかなと思いきや、後ろに実はねちっちゃく NC って書いてますね。 NC ってロゴが入ってます。この T シャツも3色展開してるんで、もう2色紹介していきます。続いての色がこちらですね。ナチュラルなアイボリーのネスカルトメタルロゴ T シャツですね。 T シャツ単品で買いたいなって思ってる方がいたら、マジでこの1枚をおすすめしたいですね。後ろにも NC のロゴが入ってます。もう1色こいつです。これもまたチャコールです。生地的にグレーネイビー寄りのチャコールですね。ロゴが白じゃなくて、一応これアイボリーのちょっとね霞んだ白になってます。後ろにも NC があります。めちゃ革じゃない？もう真っ黒じゃないってところがね僕の推しポイントなんですけど、真っ黒の服っていっぱいあるけど絶妙な色って少ないじゃん。そうだからあえて今回あの真っ黒っていう色をあんまり使わないようにしてるんですけど、 T シャツはもう全色いいです。色に自信しかありませんてな感じで、このメタルロゴのカラバリはこんな感じです。3色ゲットするってのももちろんありなので検討してみてください。はい、ということでラストの商品紹介していきたいと思います。スウェットです。ネスカルトのスウェットですね。これはね結構真っ白な生地になってます。真っ白に緑のロゴを入れてます。で後ろにこの静脈動脈のデザインが入ってます。でこれ T シャツとね比較してほしい点があるんですけど、 T シャツのデザインをね見てください。こちら、これが T シャツのデザインです。でこっちがスウェットのデザインなんですけど、スウェットの方がですね2色使ってます。薄くねドロップシャドウみたいな感じで黄緑がね入ってます。元のデザイン自体は一緒なんですけど、スウェットとね T シャツ差をつけたいなっていうことで2色使ってます。おしゃれ着としても着れるし、普段着としても着れるので、このスウェットはね春先ちょうどいいと思います。このスウェットは2色になってます。もう1色がこれです。ブラックですね。ブラックにオレンジですね。これ2色使ってんの分かりやすいよね。オレンジと黄色を入れてます。よいしょ、こんな感じですね。スウェットの2色を比べるとこういう感じですね。スウェットのお値段がですね込みで9680円ですね。生地はね厚すぎず、春先から夏手前までちょうどいい感じの厚さですね。はい、てな感じで商品の方を紹介していきました。どうでしょうか。皆さんすでにね購入いただいた方もいるかもしれないんですけど、もし今回買えなかった方は再販か多分受注のどっちかになるんで、その時にぜひ購入していただけたらなと思います。随時ね新しい情報とかは公式インスタグラムがありますので、ネスカルトのそちらの方をねフォローしていただいて、ストーリーとかで告知するので、ストーリーとかチェックしてくれると嬉しいです。で商品のお支払い方法なんですけど、今のところ申し訳ないんですけど、デビットカードかクレジットカードのみのお支払いになっちゃいます。デビットとクレジット以外にもプリペイドカードみたいな感じのビザのねアプリとかが最近結構普及しているので、クレジットカードの代わりとして使えるプリペイドカードとかがあるので、それはね自分で調べてもらって登録してカードとして購入してもらう形になっちゃいます。これプレミア公開に多分してると思うので、もし買えたよっていう方がいたらコメントまで待ってます。今後もマキトンとネスカルトブランドの方をよろしくお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。マキトンでした。バイバイ。